安保法制の強行採決から8年を迎える9月19日、衆議院第二議員会館前で、戦争する国づくりに反対する国会前行動が開かれました。全労連もこれに参加し、1100人の参加者とともに、安保法制の廃止と立憲主義の回復を求めて声を上げました。主催者を代表して、総がかり行動実行委員会の菱山菜穂子さんから挨拶がありました。かつてない憲法の危機です。私たちは絶対に憲法を変えさせない、その決意を今日9月19日、本当に悔しい思いをした9月19日、今日もう一度皆さんと思いを新たにしたいと思います。絶対に憲法を変えさせない、そのために共に頑張りましょう。各党の国会議員による連帯の挨拶がありました。どうか皆さん共に今の政治を市民の手、国民の手、まっとうな政治に取り戻していきましょう。政治を変えられたくない、憲法を変えようという勢力を追い詰める、大きな大きな共同を広げていく。シングルマザーや学生や非正規の皆さん、物価高に今生活に苦しんでる皆さんのことを思うと、どうしてこんなに大軍拡するんだろう、しかも憲法に違反している違法の軍拡を続けていくんだろうと怒りしかありません。皆さん方の力でぜひこの課題を克服をして、自公政権の憲法破壊の暴走を止め、そして平和民主主義憲法理念が実現する社会を作っていただきたいと思います。9条の理念から言って、集団的自衛権の行使は絶対やっちゃいけないわけだし、それが可能だっていうふうに大転換したわけでしょ。これはもう安保政策、安全保障政策の大転換だから、ましてはこれはまあ憲法違反は明らか。やっぱり障害を持つ子どもたち、戦争になると真っ先にやっぱり生きられるっていうかね、犠牲になるような感じがして、やっぱり二度とやっぱそういうことを起こしてほしくないので、必ず廃止、必ず廃止、武器の輸出絶対反対、武器の輸出絶対反対。